失礼します。君が心臓君。あ、はい。じゃあそこ座ってください。まず聞きたいんだけど、君30分遅刻してるけど、何かトラブルでもあったのトイレこもってました。トイレに ?30 分もいえ、1時間半。1時間半 1>, ?1 時間前に駅前には着いてたんですけど、そこからずっとトイレにこもってました。何普段からお腹弱いの ?1 日1ロです。1日1ロ。1日1回はトイレにこもります。一度こもると1時間は出てきません。うち飲食だけど大丈夫知ってると思うけど、募集してるのはキッチンだから、そんな頻繁にお手洗いとか行けないと思うけど、やる気だけはあります。やる気だけって。大丈夫かどうか聞いたんだけどな。じゃあ、まず履歴書を見せてもらえるかな。あ、はい。 内容以前にゴジだと字がすごいなすいません。僕普段キーボードしか打たないもので、パソコン得意なのあ、はい。パソコンは得意です。逆にパソコンしかできないです。わざわざ言わない方がいいことつけ出すね。今の時、直筆じゃなくてもスマホやパソコンの時代になってきてるんで、字の綺麗さとかあんまり関係ないし、漢字もしらなくても予測変換で勝手に出てくるんで。ま、まあそうだね。いやでも、歴書は基本手書きが主流なんだから、書き方とか調べなかったの君、クーラーも多いよ。調べるどうやってパソコン得意ならパソコン使えよ。そもそも飲食のバイトに履歴書の書き方って関係ありますゴジだと字が関係あります そんなんで僕のこと測れないですよね。やばいなモンスター来たぞ